はい、そういうわけで始まりました、絡み通信ウェーブ。あの、そんなわけであれですよ、うん、あの今回も例によってナッツさんからこのね、そう呼ばれた会議室の方に呼ばれてきたんですけど、うん、来たよ。例によってですよ、うん、ナッツさんいない、呼んどいてな、呼んどいていないっつって、そこ仕事あるんだよ、ね、そうなんだ、こっちだって忙しい。おお、なんだ、飛んできましたよ、飛んできましたよ、うん、なんか手紙だ、おいおい、ナッツです、うん、今日は本業の虫取りが忙しくお相手できません、うん、代わりにコナミのオナチュウの2人を呼んだので、うんうん、コナミ通信第17回はこれでお願いします。ネタはナッツが仕込んでおきました、うん、ナッツ、コナミのオナチュウって、あの同じ中学ってことか、なるほどだよね、これ、え、誰だ、コナミの、おお、ナッツとオナチュウの大石です。オナチュウです、どうも、ガブリエル大石です。大石さんと佐藤さん、はいはいはい、今日はあの今日はですね、はい、キャッスルバニアをちょっと説明してくれって言われたので、ちょっと説明しに来ちゃいました。あ、はい、わかりました、はい、じゃあちょっと早速、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、はい、はい、そういうわけで、はい、今回ね、キャッスルバニアのちょっとお話を、はいはい、どうなんですか、新曲状況的に今どの辺までっていう感じで、今ですね、順調に制作の進んでおりまして、はい、なるほど、もう日本語版もですね、うん、出来上がってまして、かなり物語がちゃんと入ってくる形です。はいはいはい、あの日本語のこうナレーションが入るので、うん、あのゲーム集中できるんですよ。あ、うん、もうどうしても字幕読んじゃうと、うん、あのちょっとなかなかゲーム集中できなかったんですけ ど、今回ちゃんとですね、日本語の言葉入ってますから、はい、アクションゲーム集中できます。はい、パッケージも初めて、はい、パッケージできました、ね、はい、来週からですね、店頭に並ぶ予定なんですけど、 お、はい、お店に行ったらこれが並んでます。はい、ペースリーバント、なるほど。そしてこの、はい、小石さんが持ってるこれは、これですね、あの、はい、ゲームショーでですね、うん、あの実はコナミのブースですね、うん、あのガブさんがですね、はい、持ってたですね、バトルクロスです、はいはいはい、あのゲーム中にこれが、無地上にですね、伸びて、うん、なるほどね、ここね、はい、シャリーとこがジョギーンと伸びてって、うん、あのいろいろ敵を倒したりとか、はいはい、あのフックになってですね、こう壁を登ったりとか、はいはい、いろいろこう、これが成長していくんですね、いろいろと、はい、で、はい、こちらのゲームショーですね、うん、ちょっと今日パンフレットをお持ちしたので、うん、はいはいはい、はい、ぜひちょっとご覧いただいて、立派っすね、はい、このデビッド・ジャフィー氏ってあの、はい、ゴッド・オブ・ウォーの方からもこうコメントをコメントいただいてもらってる。で、彼も悪魔城が好きで、はい、ぜひコメントしたいという形でいただいてるんですよね、はい、なるほどね、はい、と書いてありますね、うん、10代の頃にプレイした、そうですね、で、彼らが受けた影響がまたいろんなところでこう発達していって、うん、悪魔城が海外で生まれ変わって帰ってくるんですよ、日本です。あ、そういうイメージですね、今回、はい、これあの、ちょっとこの、あ、はい、監督の名前が、はい、あのボイスのところに入ってるんですけど、そうですね、あのゲーム中ですね、はい、ちょっといたずらしに来るですね、はい、シュパカブラというキャラクターいるんですけど、うん、こちらあの声優さんというのはね、あの擬音になってます、ちょっと擬音、笑い声ですね、あ、なるほどね、自ら、監督自らが何百パターンの笑い声を監督は、あ、そうで、最初やるとき監督気づいてなくて、うん、実はこのチパカブラなんですけど、うん、現地の収録では 4,5 人でいろんな笑い声とかで、ね、擬音をやってるんですけど、一、うん、人でやってたんで、うん、あの失敗したってすごい言ってました、うん、でも何でもやりますね、監督、ね、すごいの、はい、はい、そしてそう、ね、あのここにあるんですけど、うん、ゲームショーでですね、実はこのガブリエルのですね、うん、衣装を着てですね、うん、ガブリエルと一緒に写真を撮ろうという、ね、企画やってまして、はいはいはい、で、あの実際この衣装を作ってですね、着ていただいて、うん、その外人の俳優の方と皆さんが写真を撮る、うん、なるほどね、企画がありましたので、ぜひですね、発売日はですね、うん、ガブリエルを呼んでまたちょっとイベントをやりたいなと思ってますので、はい、これ用に作ったんですね、そうですね、服を、はい、ガブリエルの、すごいな、はい、作っているのはゼブラーマンを作った人が、おお、あれ結構すごいじゃないですか、非常にリアルな形です、本格的だね、ちょっとじゃあ早速、はい、あの楽しみなんですけど、はい、お持ちした映像ですね、はい、じゃあ早速見ていただきながら、はいはい、行きましょうか、見たい、はい、はい、お願いします、お願いします、はい、あ、書いてますね、あ、はい、特別編集予告編って、はい、嵐が近づいている、人類は絶望と終焉の淵にあり、そうなんです、
この時代なんですけど、世界は変わろうとしていた。いろいろですね、魔物がですね、町にはびこって人々は気づいていなかった、うん、世の中さ混乱してるんですよね。自らを滅ぼす力の存在、主人公のガブリエルなんですけど、東方教団としている。彼が幼い頃拾われたですね、お世話になってるんですね、教会から行くと、そこの戦士として育てられるんですよね。で、まあ、教団の方が世の中が非常に不安定で、どうにかしてくれんかと依頼をガブリエルにかけて、でガブリエルが冒険するような話ですね。行け我が友よ、この強敵を打ち破るのだ。オブリウィープ、セン・ピテルネム、デモリス、スペインですね。誰もが逃げ出すような試練に人を立ち向かわせるものは何か、押し潰されるほどの孤独か、違う。あ、でですね、これ実は彼の妻なんですけど、彼の妻も何者かに殺されたんです。何者かに殺されたんです。何者かに殺されたんです。あ、今出てきましたね。ああ。で、彼はその今世の中を平和するために冒険に出るんですけど、で出ていくうちに、実はもしかしたらその力を手に入れたら奥さんが蘇るかもしれない。あ、なるほどね。ちょっとそういう感じもあるので、はいはい、結構そこら辺も気にしながらいろいろですね、冒険を続けていくと。仮面に秘められた恐るべき力は、ね、仮面をですね、揃えるともしかしたらいろんな力が手に入るかもしれない。なるほど、なるほど。死者を蘇らせ、世界を支柱を今回ものすごい数の敵が出てくるんですよ。破壊して神自身に挑む。敵と戦うのもかなり種類が多いですので、いろいろですね、闇の魔物たちの戦略を持ってたんです。地上から葬り去る。そしてわからないのか、ガブリエル、君の妻は。ああ、言われます。あら、何のかみたいなことですね。ああ、頑張る、頑張ってるよ。で、今、わしなんですけど、これパンというですね、大塚さんがやられてるキャラクターなんですけど、はい、このパンはですね、いろんなものに形を変えて、まあ、馬であったりとか鳥であったりとかですね、いろんなものに形を変えて主人公の冒険をサポートします。お腹出てきた。俺もですね、そうか、いろいろ出かけてきたんですが、戦いがありますから。あら、はいはい、いやーね、もう見てるだけでやりたくなってきちゃいました。すぐやりたいですよね、やりたいですね、はい、はい、実はナッツさんからやらせてやってくると頼まれてますんで。マジですか、はい、すごいね、ナッツね。あの人なんだよ、なんだろうね、あの人から頼まれて断れないんですよ。あ、本当ですか、はい、なのでちょっと来週ですね、はいはい、来週ちょっと新しいステージを、大きい敵との戦いのところ、おお、ぜひちょっとやりたい、はい、ナッツ司令が来ます、はい、はい。